はい、おはようございます。はじめに千葉県マインクラフトコンテスト2023の開催についてお話をいたします。建設業に関心を持ってもらうこと、またプログラミングを用いた課題解決力の育成を目的に、子どもたちを対象に多くの方に親しまれているゲームであるマインクラフトを使ったコンテストを今年度初めて開催をいたします。まず小中学生のコンテストについて紹介をいたします。テーマはマインクラフトで建設の世界を体験してみようであります。多くの子どもたちに建設業の魅力を感じてもらうため2つの部門を用意をしています。チャレンジ部門では山や川など複雑な地形があるワールドに道路や橋、トンネル等を作り、両端にある2つの都市をつなげるルートを構築をするものです。課題部門では幕張メッセや銚子大橋など県内にある施設や土木構造物から一つを選び再現をしてもらいます。作品を審査した後、チャレンジ部門では優秀な作品の一部をつなぎ合わせたワールドを公開し、楽しんでいただくアフターイベントを開催をいたします。次、高校生のコンテストの方を紹介します。テーマはこれからも住みたい私たちの千葉です。教育版マインクラフトでプログラミング言語を用いて未来の千葉県の街の姿を自由に表現してもらいます。またマインクラフトプログラミングを体験するワークショップを県立高校5校で開催をするほか、著名プログラマーである、広発氏によるプログラミングに関するオンライン講演を YouTube で限定公開をし、オンデマンド配信をいたします。コンテストの応募期間は本日7月20日から9月の30日までです。審査の上、県内在住または在学の参加者を対象に優秀作品を選び、11月に表彰式を行う予定です。皆様の身近にあるにもかかわらず、普段の生活では気がつきにくい街づくりや建設業の魅力を発見できるいい機会になるというふうに思います。マインクラフトやプログラミングに興味のある子どもたちはぜひ応募をしていただきたいと思います。次に千葉ぐるっとパスの発売についてお話をいたします。この度多くの方々に高速道路を利用して県内の観光地を周遊していただけるよう、ネクスコ東日本と連携し企画をした県内エリアの高速道路が定額で乗り降り自由となる千葉ぐるっとパスが7月より発売を開始をしております。利用期間は7月22日からとなります。 ETC 利用の普通車、軽自動車などを対象とし、販売価格は普通車で4200円、軽自動車等で3400円で、連続する2日間周遊エリア内の高速道路が乗り降り自由となるお得な割引制度となっております。利用後にアンケートに回答いただくと、抽選でチーバくんぬいぐるみなど素敵なプレゼントが当たる企画も用意をしております。なお利用には事前の申し込みが必要となります。詳細はネクスコ東日本のホームページをご覧ください。7月22日からはアクアラインの時間帯別料金も始まります。より多くの方々に千葉県においでいただき、県内の高速道路をご利用し、観光をたっぷり楽しんでいただいた後は美味しい食事を味わうなど、ゆっくり千葉県を滞在いただければと思います。最後にこの時期におすすめの観光情報についてお話をいたします。いよいよ夏本番を迎えます。今年は県内各地で花火大会、お祭りなどさまざまなイベントが開催をされます。まずは夏の風物詩、花火大会です。7月から8月にかけては色鮮やかな大輪の花火が千葉の夜空を彩ります。特に8月5日は千葉市、松戸市、佐倉市など各地で花火大会が開催をされ、この5日だけでも約10万発もの花火が打ち上げられます。続いて夏祭りです。7月29日には日本でも有数の茂原七夕祭りが4年ぶりに開催をされます。美しい七夕飾りや茂原阿波踊りなど恒例のイベントが復活をいたします。またこの日は山武市サマーカーニバルも開催をされます。華やかなサンバ隊の行進で会場がにぎわい、フィナーレには花火も打ち上げされます。8月4日と5日に開催されるのが八日市場八重垣神社の祇園祭りです。笛と太鼓の林に合わせて20キロほどの神輿が町を練り歩きます。8月14日と15日には木更津港祭りが開催をされます。14日はおっさおっさの掛け声とともに踊り手が会場を練り歩く野菜もっさい踊りがあり、15日には花火大会が行われます。
8月19日と20日に開催をされる千葉の親子三代夏祭りでは、伊勢の湯みこし、そしてよさこい鳴子踊りなど多彩なイベントが行われます。また夏といえば千葉の海であります。海水浴シーズン到来をいたしまして、県内の海水浴場も順次海開きをしております。ぜひ海水浴をお楽しみください。この他にも夏空の下で元気いっぱいに咲き誇るひまわりがちょうど見頃を迎えております。詳しくは千葉県の公式観光物産サイトでも紹介しておりますのでご覧ください。今年の夏はぜひご家族お友達一緒に千葉で楽しい夏の思い出を作っていただきたいと思います。私からは以上です。それでは、質問をお受けします。はじめに幹事社千葉テレビさんお願いします。千葉テレビの今井です。よろしくお願いします。はい。今観光情報のお話ありました。これから夏に向けていろんなイベントを行われるわけなんですが、千葉県の観光についてお伺いしたいと思うんですけども、はい。この中ではかなり大きな影響を受けた千葉県の観光ですけれども、5月8日に五輪に行してから2ヶ月余りが経ちますけれども、現在の県内のですね、観光についての現状をどういうふうに観光に関してはですね、もうだいぶというかですね、もう戻ってきておりまして、観光の入り込み客数もそうでありますし、県内の宿泊者数も含めてですね、基本的にはコロナ前取り戻してきているというふうに思っております。まあ、この夏はですね、本当に多くの方々に県内各地に訪れていただきたいというふうに思っています。特に我々千葉県の場合はコロナの3年間に加えて令和元年の房総半島台風を含めた一連の災害でですね、4年間特に南房総を中心にですね、苦しい時期が続いてまいりましたので、ぜひご自身もこれまでコロナの中で思い切り楽しめなかった分を楽しんでいただきたいと思いますし、それが最終的には県内のそれぞれの地域の復興を後押しするというところでもありますので、ぜひ足を運んでいただければありがたいなと思います。で、観光でもう1点なんですが、昨日ですね、政府観光局の方から訪日外国人観光客の数が上半期1000万人超えたということで、だいぶこうコロナ前に戻りつつあるというような数字も発表されました。このインバウンドについて千葉県としてはこうどういうふうに取り込んでいくのかというようなところのお考えを聞かせていただきます。我々はやはり成田空港もありますし、また東京ディズニーリゾートも持っておりますので、そういった意味では非常に多くの方々が千葉県にお越しになる、そうした地域だというふうに思っています。これまでもそれぞれ その対象の国ごとにですね、戦略を立てて取り組んでまいりましたし、またそれぞれのですね、海外でそうした観光誘致に向けた取り組みも行ってきておりますので、いよいよ本格的に復活してきている中でですね、少しでも多くの方々に、県内で、少しでも周遊をしていただけるようにですね、取り組んでいきたいというふうに思います。何かあるかな？はい。どうぞ。県内でもだいぶ外国人観光客の方が増えてきたなという実感というのはありますか？そうですね、これ本当は佐原もそうですし、県内各地域ですね、大変外国人の方々多くなってきております。我々からするとですね、もっともっと立山南房総も含めて県内広い地域に、外国人の方々にも足を運んでいただきたいので、さらに発信をしていきたいと思いますし、また滞在日数ですとか、もしくはその単価ですよね、そういったものも含めてですね、上げていきたいなというふうに思っています。変わりまして、早いもので、今度の20から23日で東京オリンピックの開幕からもう2年が経ちますけれども、千葉県内でも、参議院ですね、行われました。2年経ってですね、改めてその東京オリンピックが千葉県に果たした効果、影響というふうにお考えになっているわけになりますか？そうですね、まず一つそのオリンピックに関して言えばですね、サーフィンの競技、オリンピック史上初めて千葉県の釣ヶ崎で開催されたことを受けてですね、もうこれはオリンピック前から動きは出てましたけれども、一宮を中心に、大変こうサーフィンで地域が活性化されて、人口の増加であったり地価の上昇等にもつながっております。それからパラリンピックの開催に伴ってですね、障害者スポーツの振興、障害者との共生についてもですね、非常に定着してきたところがありますので、我々とするとですね、こうしたレガシーをしっかりと生かしていくためにですね、スポーツ、地域活性化、そしてパラスポーツの振興、そうした点に今まさに取り組んでいるところですね。
今レガシーというお話ありました。今週末にもサーキットに関するイベントを行われたりしますけれども、はい、そのさらにこうレガシー作りを進めていく上で必要なこと、あるいは課題というところにあるとお感じでしょうか。はい、まずやはりサーフィンに関してはですね、まあ、僕らサーフィンの振興というのをしっかり県の政策としても力を入れていきたいと思いますし、まあ、それだけではなくてサーフィンを取り巻く、まあ、サーフ文化、そうした地域との関わり、そうした点も含めてですね、我々としては光を当ててですね、まあ、一宮だけではなく、まあ、広く外房地域全体のですね、活性化に我々としてはつなげていきたいというふうに考えています。それから、まあ、パラスポーツに関してはもうこれまでも官民で取り組んできたものの基盤がありますので、パラアスリートの学校を派遣であったりですね、もしくは競技の体験会、千葉だけではなく統括にも今度広がりますので、まあ、できる限りですね、パラスポーツの理解度、それから浸透を高めていきたいなというふうに考えています。ご質問ありがとうございます。それでは同じく幹事社朝日新聞さんお願いします。朝日新聞の本田と申します。よろしくお願いいたします。弊社からですね、大きく3つご質問させていただきたいと思います。まず1つ目にですね、県で実施されてましたコロナの無料検査事業に関してなんですけれども、先週の金曜日にですね、一事業者から、明らかに不正と認められる、申請があったということで、1億6000万円全額不交付決まったという発表がありました。また県ででもですね、かなりこう不正受給相次いで発覚しておりますけれども、まずこの事案についてですね、県としてどのように知事としてはどう受け止められているか伺ってください。そうですね、やはりこの新型コロナウイルスへの対策ということで、国を挙げて取り組んでいく中でですね、ある種税金として行われているこの事業をですね、そうした不適切な形で実施をしていた事業者不正が確認されているというのは大変許されないことで、言語道断だというふうに考えています。我々としてはですね、交付前に不正と判断して全額不交付決定をいたしましたけれども、この事業者に対してはですね、しっかりと交付済みのものわずかありますので署名を求めていきたいと思いますし、捜査当局とも引き続き連携をしていきます。こういうですね、許されない不正をですね、しっかりと我々としては徹底的にですね、追及をしてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。県としてですね、今も審査続いている県があるというふうに伺いましたけれども、今後審査体制を強化されたりですとか、すでに交付済みの件をこう遡って再点検されるようなことはお考えでしょうか。我々もですね、この無料事業について、一つ一つ点検をさせていただいておりますので、その中で問題があった場合はですね、不交付であったり、詳しい説明を求めていくなどですね、一つ一つ適正に対応していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。ちょっと話が変わりまして、先日ですね、タレントのリューチェルさんがお亡くなりになった話をちょっとお伺いしたいと思います。報道では自死であるという見方も出ていますけれども、パートナーのペコさんとの関係も含めてですね、かなりこうご自身でいろいろなこう多様性というものを体現されていた方だったと思います。かなり批判にもさらされていたようですけれども、亡くなった原因はわからないながらですね、まずリューチェルさんについてどのような方というふうに知事ご自身は思ってらしたかというのと、今回残念ながら亡くなってしまいましたけれども、県として多様性条例 の, 制定を進めていらっしゃる中で、今後どのように県としてはそういったその多様性の機運の情勢をですね、進めていかれるかお聞かせください。はい、リューチェルさん非常に多くのバックグラウンドをお持ちの方だというふうに受け止めております。我々としてはもうこれは ある種一般論になりますけれども、さまざまな立場の方々の多様性が尊重されること、そして生きづらさの解消を図ることっていうのが我々社会として大事だと、県としても重要だというふうに考えていますので、そうした考え方の中で多様性尊重の条例を制定したいというふうに我々は今取り組みを行っておりますので、その、違いですよね、違いが、しっかりと尊重されてですね、それが社会の活力につながっていくようなですね、共通認識を私たちは持っていく必要があるというふうに思っています。それからこれも一般論になりますけれども、やはり SNS が普及することによって、よりダイレクトに誹謗中傷等が本人に届く時代になっておりますので、何かをつぶやくときにはですね、その先にしっかりとした生身の人が存在するということをですね、認識をしてですね、適切な形で言論空間で活動すると
ということが、まあ、大事なんではないかなというふうに思います。ありがとうございます。あの知事もご自身であのツイッターと SNS 活用されていらっしゃいますけれども、うん、やっぱりあの、まあ、心ない言葉を投げかけられたりですか、うん、そういうご経験ありますか。まあ、それはもう SNS をやる以上避けられないことですね。まあ、私の場合はもうこういう職業でありますから、まあ、当然ながら覚悟しておりますけれども、まあ、だからといってなんていうんですかね、別にロボットではありませんので、まあ、芸能人でもどんな方でも基本的には一人の生きている人でありますので、そういう人に対するですね、まあ、あの節度ある、まあ、言論がですね、まあ、社会全体でもこれはリアルでもネット上でも行われることが必要ではないかなというふうに思いますね。ありがとうございます。でも最後にあの3点目の質問に移らせていただきます。うんうん、はい、あの安倍元総理がですね、うん、あの銃撃されてからあの早くも1年が経ったと思いました、うん、はい、あのその後もですね、あの和歌山であの岸田総理も襲撃、うん、あの事件がありましたり、あのこう暴力でこう自分の意見を押し通そうとするような、うん、あの流れが、まあ、日本国内だけではなくてですね、世界であの残念ながら見られる状況かなというふうに考えます。あのまあ、知事もお一人の政治家としてそういったあの流れをどのように見てらっしゃるか、またこのどういうふうに対抗していくべきかというのを考えを聞かせてください。そうですね、まあ、やっぱり安倍総理の特にこう事件に関してはですね、本当にあの日本の戦後民主主義の歴史の中でもですね、まあ、忘れられない忘れてはいけない、まあ、事案だったというふうに思っています。我々こう、まあ、民主主義というのは、まあ、基本的にはこう政治家とその有権者である国民とが、まあ、基本的にこう、気持ちが通い合わせていることが大前提のまあ制度になっておりますので、まあ、選挙もそうですし選挙以外も含めて、まあ、日頃からですね、分け隔てなく、政治家と国民が交流できるということが、まあ、大前提なのかなというふうに思っています。まあ、そういうものを追求していく中でですね、まあ、こういう事件が起きてくると、まあ、どうしても最低限の距離を作らざるを得ない時もあるでしょうし、それからあとはそのこういう事件を起こすことで注目を集めて、まあ、主義主張を流布することが、なんていうんですか、メリットがあるというふうに思われてしまってはあの続発する可能性がありますので、まあ、これはなんていうんですかね、まあ、報道機関の皆様方もそうでありますし、あとは、まあ、SNS や個々人の言論においてもですね、そういう、まあ、メリットを、ね、あまり作らないようにするためにどうしたらいいのかということをですね、常に、まあ、我々自身が問い続ける必要があるんだろうなというふうに考えています。まあ、いずれにしてもあのそういうものにひるんでですね、民主主義の制度が後退することがあってはならないというふうに思いますので、まあ、一人の政治家としてはですね、これまで通り、そういう、県民の皆さんとのしっかりとした交流をですね、大事にしていきたいというふうに考えています。ありがとうございました。以上です。続いて、各社様より質問をお受けします。いかがでしょうか。読売新聞さん。読売新聞の方です。あの成田空港ではですね、鉄道アクセスの関係でございます、うん、はい、まあ、6月議会でも、まあ、あの質問と答弁がありましたけれども、まあ、年間の着数を50万回にしていく中でですね、まあ、都心等を結ぶ鉄道のアクセスが十分ではないという指摘があります、うん、まあ、この点について改めて県としての認識とですね、まあ、またその東京に羽田空港というものがある中で、うん、まあ、そのことを踏まえてのですね、成田空港の位置づけであったり、うん、まあ、今後の可能性というところについても合わせておいてください。はい、まずやはり成田空港に関しては、まあ、これまでもアクセスは改善がなされてきておりますけれども、それでもですね、やはりこう都心とのアクセスについてはまだまだ向上させていかなければならないと、これはあの成田空港がこの前示した中間取りまとめでもですね、まだあの示されているところだというふうに思っています。あのこれから20万回も発着枠が増えるという非常に大きな機能強化がこれが控えていますので、まあ苦渋の決断の中でこの機能強化を受け入れた周辺市町の皆様方のためにもですね、この空港アクセスを改善をしていくというのはですね、これはまあ政府国としてもですね、しっかり重く受け止めていただきたいというふうに思っています。そういう意味ではその単線の解消といったまあ短期的な話からですね、都心直結線含めたですね、そちら大きな視点での成田空港とアクセス改善についてですね、我々も県としてですね、まあ、あの今までもまあ重点要望等で国に求め続けておりますけれども、まあ、さらに
この機能強化を見据えてですね、強く国には働きかけていきたいというふうに思っています。で、羽田空港との関係ですけれども、確かに羽田空港というのは首都圏の重要な空港でありますけれども、まあ、成田空港というのは過去の歴史の上も、国が国策の空港として、多くの犠牲の上に、整備をしてきた、地元の理解の上で作られてきたものでありますので、それをしっかり重く、歴史的経緯を重く受け止めていただきたいということと、まあ、これまで培われてきた国際線のネットワークが非常に重要な価値資産にもなっておりますので、成田空港のこれまでの関係者が積み上げてきた価値をですね、しっかりと広げていくことがですね、首都圏の国際競争力の強化ということと、まあ、ハブ空港として、なんですか、トランジットのニーズをしっかり、日本に還元していくという意味でもですね、重要になってきますので、そうした成田空港の役割意義についてですね、これも我々県としてですね、しっかりと国に示していかなければいけないというふうに考えています。他にご質問いかがでしょうか。時事通信さん。時事通信の及川です。お願いします。先ほどの SNS の誹謗中傷の話があったと思うんですけども、ネット中傷対策のことにまず伺いたいんですけれども、インターネット上 の誹謗中傷や差別を助長する投稿が社会問題となる中で、ネット中傷を防止する条例を制定する動きも広がっていると思うんですけれども、マナーを守るということ以外で、ネット中傷の対策として必要なのではないかと考えていること、またはその国への要望があるかもしれません。難しいところですよね。まあ、実際にその被害を受けている人がその発信者に対して何かまあ損害賠償等をやるにあたって、まあ極めてその手続きがまあ以前に比べればだいぶ改善されたとはいえですね、まだまだ手続きやり取り等はですね、大変なのは事実で、まあ普通の人はなかなかできないというところがありますので、まあそうした点をどういうふうに改善をしていくのか、で一方でその自由な言論空間としての魅力を損ねないようにしなければいけないという、このバランスが大変難しいというふうに思いますので、まあ、どちらかというと、まあ、個々の自治体というよりは国としてですね、まあ、こうしたさまざま起きてくる、そしてこれからもおそらく SNS を中心とするネットでの言論空間というのは広がっていくことを考えていけばですね、まあ、どのようにその中におけるですね、個人の人権を守っていくのかという観点でですね、しっかりと国の中で議論をしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。また変わってですね、昨日愛知県の方で事実婚のカップルにも共同親権を認めることと、はい、婚に準じた法的保護を与える制度を創設を国に要請する考えを明らかにしたところなんですが、まあ、この愛知県の主張について伺いたいわけではなくて、家族や子育てに関するその日本の法制度というのは婚姻関係が前提というものが多いという中でですね、少子化対策や多様性のある社会づくりを進めていく中で、まあ、婚姻を結婚を前提にする社会制度そのものをまあ見直すべきではないかという意見もあるんですけれども、知事はどう考えますか。そうですね、先進国の中でこの初婚と初産がこう逆転していない国というのは日本だけに今なってきていますので、そういった意味ではこの国がまあ欧米に比べてですね、少なくともその結婚を前提として、子どもというのがあると、まあ、これは日本財団が等で調査したその意識調査でもですね、はっきりとまあ欧米の方々は結婚しなければ、子どもをパートナーと持つのはっていう気持ちことをそれほど意識していないのに対して、まあ、日本もそうですし、まあ、大体アジアですよね、韓国も中国もそうですけども、アジアはどちらかというとこの婚姻が前提にまあなっているという点ではですね、まあ、だいぶ意識の違いはあるんだろうというふうに思っています。まあ、我々として私とするとですね、やはり多様な家族の在り方というのをやはり私は議論していく必要があるだろうというふうに思っています。里親のご家庭もありますし、さまざまな家庭の姿があるというふうに思っていますので、そういう多様な家族の在り方というのをいかにその、まあ、過去のなんていうんですかね、道徳的な考え方と、今の多様な実態をどういうふうに、まあ、制度的にですねバランスよく整えていくのかというのはですね、私たちの社会の課題だというふうに思っていますので、よく少子化の議論をするときに私も、まあ、申し上げるようにしているのは、補助金とかを含めた、まあ、金銭的支援も重要なんですけれども、
なぜ子供を産めないのかという中で、若者が抱えているその婚姻制度というものに対するハードルの高さの認識ですよね。そこをどういうふうに向き合っていくのかということはですね、避けられないというふうに思ってますので、そういう点も含めてもっともっと私たちの社会を議論してほしいなというふうに思ってます。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。日経さん。先生の里田です。まずマインクラフトコンテストについてなんですけれども、なぜマインクラフトを選んだのかというと、はい、なんか他の自治体で似たようなコンテストがあるのか、はい、もし分かれば教えてください。はい、やっぱりそのマインクラフトっていうのは、これだけこう多くの人たちに普及されておりますので、そうした中でその僕らこう土木であったり建設業の魅力を伝えていくっていう時に、やはりせっかく、ある種その土木建築に、ある種ゲームの中でこれだけ多くの人たちがこう夢中になっているものでありますので、リアルとのつながりを感じていただいて、こういうものづくり、まちづくりに関わる仕事なんだということをですね、自然とこう知っていただけるきっかけに、できるのではないかなと、そういうふうに思って、今回やらせていただきました。で、他の自治体との例は所管の方から答えてもらえますか、ね、建設不動産業家でございます。当課の方で把握しているところでは、これまでにですね、福岡県ですとか札幌市がですね、マインクラフトコンテストを実施したと聞いております。ただ土木とか建設業という括りではございませんでして、福岡県では福岡県内の建築物など福岡県に関連した作品を求めるとか、札幌市ですと未来の札幌の街や暮らしを自由に創造した作品ということで、土木という観点では発話しておりません。ありがとうございます。県内 その土木とか建設業の何かその課題、担い手が不足しているですとか、何かあって今回そのコンテストに至ったというのはあるでしょうか。はい、やっぱりこう建設業に関してはですね、やはり人手不足というのが一つ課題としてあります。で、建設業は今週休2日制であったりだとか、さまざまな働き方改革も行われているところでありますけれども、どうしてもそのイメージも含めて、なかなかですね、十分な志願者が多いわけではありません。で、一方で子どもたちはですね、働く車も含めて土木の世界って小さい頃はみんな憧れるし好きなんですよね。それがこう小中高と行く中で、それが自分の就職する世界としてのイメージが持ちにくくなっていますので、こういう、取り組みも含めてですね、できる限りこう街を作っていく、橋道路を作っていくというものに本来、やりがいや喜び楽しさを感じていたような人たちが、将来の仕事の選択肢として考えていただけるようにですね、我々としては頑張っていきたいと思っています。あと、本店ちょっと関係ないお話になってしまうかもしれないですけども、千葉銀行と千葉銀証券が金融庁から仕組み改善法自体に対して業務改善命令出された件で、来週の月曜日の24日までに計画を報告する見通しなんですけれども、県内の大企業として、どのように受け止めてらっしゃるのか、あと、どのような対策を望まれているか、あと、県内経済の影響みたいなところを伺えてきたらと思います。我々もですね、本当に千葉を代表する金融機関の事案になりますので、大変注視をしております。しっかりと指摘を受け止められてですね、業務の改善、そして県民の皆さん方の信頼を取り戻していただけることをですね、私たちは期待をしております。県内経済への影響という観点ではですね、これは現時点で何かこういう影響というものは現時点で確認はしておりませんけれども、いずれにしても何ですかね、しっかりと県民の皆さん方に信頼されるような取り組みに、改善していただくことを期待しております。他に質問いかがでしょうか。産経新聞さん。産経新聞の小原と申します。よろしくお願いします。
明後日からですね、あのアクアラインの沿道料金制が始まるということで、はい、あの改めてなんですけども、はい、まあ、今回のこの社会実験で、まあ、渋滞緩和だったりとか、まあ、道路環境の改善にはどういった効果を期待しているかというところと、まあ、今回の社会実験を通して、まあ、県の観光業を、まあ、県の観光業発展にどういうふうに生かしていきたいかというところを伺いますでしょうか。はい、あの今回の料金変動制の導入でですね、まあ、混雑時間帯にこう集中しているですね、この交通を少しでもこう分散することができてですね、まあ、混雑の緩和を図ることでですね、交通が円滑化されて、まあ、より多くの方々に千葉県にお越しいただけること、それからお越しいただいた方々により少しでも長く県内に滞在をしていただけるようにですね、我々としてはしっかりこのそういう効果を我々としては期待しております。他にいかがでしょうか。 NHK さん。 NHK の坂本と申します。あの先ほどの産経新聞さんの質問に関連してなんですけれども、その赤ラインの効果を期待するという話がありました。その評価といったものをですね、今後社会実験というところもあるので評価をしていく必要があると思われます。どのようにそういったものを見ていく必要があるか、お考えがあれば教えてください。はい、まあ、これはあのしっかりとした交通量のデータもそうですし、それ以外にもですね、その携帯等の位置情報のデータ等でですね、その今回の料金変動制をきっかけに、まあ、千葉の広い範囲でどのように観光客の方々とか の滞在であったり移動が変化したかといったかなり幅広いデータをですね、収集した上で今回のこの料金変動制の評価を関係者とともにしていくということになっておりますので、この辺は我々も、いろんな角度からですね、評価をして、まあ、できる限り多くの方々にとって意味ある、取り組みになるようにしていきたいなというふうに考えています。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。よろしければ、以上で定例記者会見を終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。